身長カッパン、トイテンダーサムライイサム。今日はこちらホーチミン工科大学にやってきました。これから着物に着替えるんですけど、今日は、私の映画の上映、それから私とユリ、サムライギャングのサムライのねパフォーマンス、そして最後に、講演会ということをねやります。前回はフーテック大学でやってね、めちゃくちゃ楽しかったんで、今回こちらの大学のみんなと、交流できることをですね、本当に楽しみにしています。その様子を動画にしますので、ぜひ皆さんも楽しんでご覧ください。やったらベトナムのみんなが皆さんと同じようにうわーっつってね、そう言ってくれたんですよ。でそれを見て私はすごく嬉しくてですね、去年からですね、本格的に日本とベトナムをつなぐ、侍として活動をスタートしました。ベトナム用の SNS を作りまして、それから今年は日本とベトナムの外交関係樹立50周年という記念の年ですよね。なので私は日本とベトナムの合作映画、サムライアクション映画を日本とベトナムで作ります。僕にしかできない、サムライにしかできないことをどんどんやっていきたいと思っているので、そのためには日本だけじゃなくてベトナムのみんなの力を貸してもらう必要があります。今日のね、出会いっていうのは奇跡だと思ってますんで、ぜひこの出会いをきっかけにですね、一緒にいろんな活動をしていけたらなと思っております。ということで今日はありがとうございました。ありがとうございました。さあ終わりました。今日は我々のパフォーマンスと、そしてリク君のオペラとね、やりましたけれども、まあ無事に泊まってですね、交流会しまして、これから着替えて帰るということですね。はい、こういう交流会はどん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 私たち侍チームもやっていきたいんで、もしねやりたいってところがあったらぜひご連絡ください。ということで、はい、また会いましょう。はい、楽屋ですね、こちらが。そしていつものイベントで一緒にやらせてもらってる松原陸さんです。こんにちは、私の YouTube です。おー念願の侍 YouTube に、侍キャンプ出ることができました。光栄です、ありがとうございます。陸くんは去年ね、オペラ初、はい、ホーチミン、そうですね、ホーチミンでオペラってのは初めてでした。そうですよね、どうでした？いや、すごい良かったですね。ベトナム盛り上がりますね。侍のね、ショーもそうですけど、日本の観客の方々と違った、すごいエモーショナルな盛り上がり方があるんで、そうなんだ。やっぱやりがいありますよね。うん、そうですよね。うん、あ、じゃあ感じること同じですね。ですね。そうやってることは、ね、めっちゃかっこいいですけどね。やってることは。ありがとうございます。でもね、すごい尊敬してます。いや、こちらこそ、本当に。まあ、これから、まあ、なんか日本人としてベトナムで活動してる人少ないじゃないですか。うん、そうですね。だからなんか、チームでやれるといいなと思うけど、ね、そうです ね、ぜひ、オペラと侍ってあんまり普段つながらないものですけど、すね、もしそれができたらめっちゃ嬉しいです、ね、え、今年はやる予定あるの？今年一応あります、はい、おー、じゃあ秋と冬かな。秋と冬、はい、まだ詳細決まってないですけど。へー、すごい。じゃあもし決まったら、はい、YouTube の方でも案内したいと思うんで。おー、ありがとうございます。はい、我々日本チームよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで今日はありがとうございました。ありがとうございます。バイバイ。